どうもこんにちは。どうもありがとうございます。今日はお母さんと部屋のクローゼットを片付けながらインスタライブをお送りしたいと思います。めっちゃ超日常を、はい、ちょっと出していこうかなと思います。で、マヤ暦の開運ポイントをですね、ちょっと先にお伝えします。明日は11月9日金20、黄色い太陽、白い魔法使い、音7、黒金になります。好きなことに熱中してみるといい日です。好きなこと何だったかなって思う方は、子供の頃になんか熱中したものとかを思い出してみるのもおすすめです。はい。たくさんの洋服がありまして、私は夏服しか持ってきてなかったんですけど、持ってきてなくて、冬服はもうほぼお借りしてます。こんな感じでお母さんと一緒に片付けてます。一緒にと言いながら私は喋ってるので、お母さんが片付けてますよ。あね、あねこだかわいいゆぜ。はい、こんな感じで、ちょっとだから今日はなんかね、あんまり喋る感じではないかなと思いますが、ありがとうございます。マジで超日常。こんな感じでよくね、掃除、朝めっちゃ掃除するし、めっちゃ片付けするんですよね。はい、このお家、お家というか。はい、で、今日もですね、1個質問に答えたいと思います。いただいた質問で、宗教はどうしましたかっていう質問もいただいたんですね。で、家族は、まあ、みんなイスラム教徒で、みんなイスラム教徒なんですけど、私は特に改宗はしていなくて、結婚する前からイスラム教徒にはならないよっていうことで彼には伝えていたので、別になんか彼は多分イスラム教徒になってほしいみたいで、結構ねじわじわとね圧力をかけてくるんですけど、いや私はイスラム教徒にはならないよっていうことで伝えてます。はい、だから特に改宗はしていないです。でもやっぱイスラム教徒の人は、奥さん結婚する人はイスラム教徒の人がいいみたいな人が多いみたいで、なんかトルコ人の方と結婚した方とかからメッセージいただいたんですけど、まあ、その方は改宗をしたって言ってましたね。でも改宗しても特に変わる、どうでしょう、なんかその人によって結構信仰心が違うのでね、本当に人によって家族の中でも違うんですよ。ヒジャブって言ってなんかこう被るやつがあるんですけど、まあ妹ちゃん、一人の妹ちゃんはそれを被ってるし、もう一人の妹ちゃんは被ってないし、お姉さんも被ってない。お兄さんはタバコも吸うし、お酒も飲むみたいな。でもお母さんはめちゃめちゃ厳格な、結構ね信仰心の厚い方なんで、ちゃんとお祈りもするし、お祈りの前にはちゃんと手と足を洗って、なんかお祈りの部屋みたいなのがあるので、そこで座ってお祈りをされています。はい、こんな感じです。マジで本当に日常。こんな感じです。私の洋服と彼の洋服と、彼の洋服がめちゃくちゃ多いんですよ。本当にこれ日本に持っていくのかなと思うんですけど、不便に。奥さんがリゼッテじゃん。マリクショットマリクゼッテ。ほとんどお姉さんとか妹ちゃんからのお下がりというか、もらったものですね。いくつか購入したものもあるんですけど、なんか、まあ、サイズの合うものはなんかみんなでシェアしながら着てます。これはパジャマだね。ピジャマ。これがパンツ、お片付けライブです。すいません。こんな感じで今日は。なんか昨日の YouTube は全然アップロードできてなくて、今日になってもアップロードできてなくて、ちょっとしぼんでます。
まあこんな感じで、ほとんど一日起きて朝ごはん食べて掃除して少し休んで夕食作って終わるみたいなでまた夜ゆっくりして終わるっていうような、生活をしております。はい、あとはインスタのリール作ったりはい、そんな感じでやってます。皆さんありがとうございます。見ていただいてめっちゃたくさんの人に来てもらってるけど、今日はこれぐらいにしようと思います。はい、ありがとうございました。ギュレギュレー。